ディアサバは、イスラエルのサッカー選手。イスラエル代表。ポジションは MF、または FW。マジド・アル・クルムで、イスラム教を信仰する、アラブ系の家に生まれた。ベータルネストゥブルク FC の下部組織から2011年夏に、マッカビ・テルアビブ FC に加入し、選手初出場。しかし出番は少なく、翌年1月にハポエル・ベールシェバ FC に、期限付き移籍。2013年にブネーサフニン FC に、同年夏にマッカビペタクチクバ FC に移籍。2014年にマッカビネタニヤ FC に移籍すると、4年でリーグ戦100試合44得点という結果を残した。2018年9月17日に200万ユーロというクラブ史上有数の移籍金でハポエル・ベールシェバに再加入。4年契約を締結し、年俸は160万ユーロ。2019年1月末に、広州富力属9クラブに完全移籍した。2020年9月、アルナスル SC に移籍した。アブラハム合意により、アラブ首長国連邦でプレーする最初のイスラエル人となった。2018年3月24日に行われた、ルーマニア代表との親善試合で、イスラエル代表初出場。同年10月14日に行われた UEFA ネーションズリーグ2018から19のアルバニア代表戦で代表初得点を記録。いとこのアフメド・サバも元サッカー選手。ありがとうございます。